こんにちは。トフィーの一緒に歌おうです。ご視聴ありがとうございます。今日も私たちと一緒に歌ってくださいね。今日はバレエとの共演第5弾をお届けします。選んだ曲はこちら、アニー・ローリーです。一般にはスコットランド民謡と言われているのですが、1700年頃にウィリアム・ダグラスという方によって書かれた詩に、1838年、スコット夫人が曲をつけたということが分かっています。美しい女性、アニー・ローリーを思って歌うこの歌は、1854年、クリミア戦争の時に戦地に赴いた兵士が、故郷に残した大切な人を偲んで口ずさんだと言われています。そして、そのことで広まった歌ということです。いくつか日本語の詩があるのですが、ここでは堀内敬三役のものを取り上げました。さあ、どんな作品になっているでしょうか。バレエも楽しみながら一緒に歌ってくださいね。アニー・ローリー。いかがでしたか？クラシカルなバレエの雰囲気を楽しんでいただけましたでしょうか？一緒に歌っていただきありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。また一緒に歌いましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。お元気で。さようなら。